この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました、はい、地上のラジオ東雲研究所編でございます。イエーイ。私博士役の今野ひろみでございます。はい、そして東雲菜乃役の古谷静香でございます。そして拾われてきた猫坂本さん役白石実でございます。以上この3人で番組を進行していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それはね迷ったんですけどね、いたしますで行くか、そうね、ごめんね、いきなりだったね。今日はそういう方向でちょっとゆっくりなまったりとした感じだね。まったりとした感じ。いやほら、何モードこれ、何モードですか、何モード、おこたモードで、おこたモード、なるほどね、おーみーか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 ーかーい、そんなもん今言うなっつーのだから、最初に言っとけばそうだね、はい、全然にね、そういうもんですよ、うん、まあそんな感じで、はい、この3人で、お送りしていきたいと思います、はい、今日も楽しくいきましょう。それではですね、はい、普通のお便りを、はい、早速読んでいきたいと思います、はい、うん、縮めて普通お便り、はい、はいはい、ご紹介したいと思います。はい、こちらは山口県にお住まいの NN さんからいただきました。はい、ありがとうございます。未来のトイレでどんなトイレがあったらいいと思いますか。トイレ、はい、トイレ、行くんかい始まったばっかりなのに今行くんかい、トイレ行った、入れ、なるほど、あお久しぶりに聞いたな、それ久しぶりに聞いたね、そのフレーズ本野さん、一応ね、うん、そうだね、なるほど、そうですね、未来のトイレですよ、みんな、いい、みんな、いい、みんな、ママは小学4年生か、お前本当に、まあいいや、分かる人にしか分からないギャグだったよ。未来のトイレ。未来のトイレですよ。何がいいですかね。でも結構日本のトイレって世界的に見ても相当、はい、ね、あれなんですよ。進化してるわけですよ。向こうじゃなかなかウォシュレットなどというものは存在しないし、ね、あの便座が暖かくなるなんていうものはびっくりするんだってね、外国の方がいらっしゃった時に、ね、なんか日本のトイレに入ると、そう、公衆トイレとかもすごい今綺麗ですもんね。そうだね、ね、海外の人が来たい、あのまず行きたいのはそのトイレとブティックホテルって言われてるぐらいのノリでね、そうトイレのさ、なんだっけ、こうあのウォシュレットの機械を買って帰る外国の方とか、そうなんだ、そうセレブの人とか、お、買ってそのウォシュレットのとか買ってくっていうよね。もうじゃああっちで売ってないってことですか。多分売ってないと思う。ないんだと思う。そうそう、多分トトって見ても多分アフリカ歌ってる人だったぐらいしか思わないと思う。どこで分かってる。今日はもうずっとなんかみんながわからないギャグを言い続けてみようかなみたいな、そういう方向性を。トト。この歌えないのが残念だよ。未来のトイレでしょ、はい、まああれですかね、あのリモコンでピッて押したらピッて来る。何ピッピッ、何が来るの、何来ます、何が来るの、それはお仕事的なものがピッてこう来るの、じゃなくてトイレが、なんかトイレ行きたいなと思ったらトイレの個室が、あのやってくる。分かった、要するにこうピッて押すと壁からこう壁がバカーンってひっくり返ってトイレがバーンって出てくるみたいな、そういうこと。でもほら個室じゃないと恥ずかしいじゃん、うん、だから個室ごと来るみたいな、あーもう便器とかっていうかトイレの個室が濃いみたいな、でも最終的にはもうトイレに座って車が運転できるぐらいの未来車で、未来車で、個室トイレなんだけど座ってこうピッて押すと車みたいにブイーンって走って、そうそう、ちゃんとあの行動も走れるみたいな、あと旅とかでいいですね、そうそうそう、あいいね、旅先で、そういうことだ。なんか今バスとか電車とか長距離のやつはついてるけど、近い何だろう、地下鉄、近い駅って何、近い、メトロ的なことみたいな、それも何なの、近い距離、近い距離、はいはいはい、近距離、近距離の時にわざないじゃん、トイレついてないじゃん、あ、そうですね、だからなんかそういうのとかでも対応できるよう、ね、な。ああ。もう、じゃあ、あれですね、あの、電車の、あの、椅子を全部あ、別に、脱いで座りたい人は座ってもいいですよ、と。要するに、
なんていうの、こうあのベンダ車両みたいな、そういうちょっとあのトイレつけることが分かんなきゃいいんだよ。あ、なるほど、分かんない。何幕でも引いてあるの、こう、こい、あ、分かった。だからベンダ車両なんだけど、はい、全席個室なんだよ。全席カプセルホテルみたいな形状で豪華だ。脱がなくても、うん、トイレができるようになる。それはもうズボンの問題じゃない？の？それは完全にズボンの問題じゃないか？穴開いてるとか、あのなんかハードゲームの人がなんか履いてるような、ああいうあの真ん中がこうスパーンと抜けてるようなさ、違うの？あれじゃなっちゃいますよ。違うの、なんかこうなんていうの？何ですか？あの飛ぶ？飛ぶ？飛ぶ？飛ぶの？あの空間を移動するみたいな。あ、それもだからさ、ズボンの問題じゃないの？だからこう座るっていうその気持ちになった時に、そのお尻から転移してスパッとそっちに行くような流れなわけでしょ。あ、無理だね。無理だね。なんかいろいろ、もしかするとブラックホールみたいな、小型ブラックホールみたいなのをズボンにはっつけるとあのスッとそこに入って映してくれるみたいな。どこに行くんですか、ね、違うところ、トイレに行きたいっていう状態がこう、うん、あのなんていうの、消えればいいと思う。もう気持ちから、気持ちからトイレに行きたいという。待って、それは何、改造手術じゃない、もうちょっとそれトイレじゃねえし、それもうあの人体の問題じゃない。気づいたら出てるってことですよね、じゃあそれは。いや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 、それはそれはだね、それはただのちょっとあのあれですよ、あのパンパン的なものが必要になってくる方向じゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない、あのなんか見えないところで、うん、まあまあいいよ、トイレ普通で。そうね。はい、いいですね。では次のお題に行きましょうかね。では次行きたいと思います。はい、茨城県の、うん、茨城県の、うん、OA さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バーゲンセール、うん、セール好き、うん、お菓子のバーゲンがあったら、まず何を買いますか？お菓子のバーゲン。お菓子のバーゲン。僕チョコレートですね。私もチョコレート。チョコレート。これは？ポテチお菓子はまずポテチなんだ。あ、なるほど。ポテチは何味が好きポテチは。バーゲンセールはさ、1枚ずつなのかな、それともさ。そんなわけないでしょ。1枚ずつ、それ掴み取りでしょ、完全に。しかもさ、掴み取りしようとしたらポテチだったらさ、一歩間違って、よくあの、掴み取りでこう、袋に入れて、あの、閉じるまで入れなきゃって、バーって、ギュン、バリンってことになったらさ。もう、芋に戻っちゃいますよね。ポテチの意味がないじゃないの。袋にしようよ、せめて。ね、初めて聞いたよ、ポテチのつかみ取りって。バリバリですね。うん、面白い。ねえ、ちょっと面白いけど確かに。なるほどね。そう、なんかつかみ取りのイメージないお菓子のバーゲンセール。確かに。だからほら、チョコレート、この間ほら、ね、あれなんですよ、渋谷で、はい、あの、買い物してた時に、うん、駅前であの何ですか、あのちょうどバレンタインデーのシーズンだったので、あのあれなんですよ、チョコのなんかすごい袋なんかその詰め売りみたいなのをやってて、要するに袋詰めで買えるというのをやって、はい、あの買いたかったんですけど、あまりにも女性陣があの多すぎて、そう買いに行けなかったんだけど、やっぱバレンタインデーシーズンのさ、チョコレートを買う時は男性はちょっと恥ずかしいもんね、うん、いや、やっぱり何せ人数が半端ないじゃないですか。そうですね、だってそこで行った時もそのなんかチョコレート小鉢みたいなのもすごいいろんな種類のチョコレートが置いてあって、はい、あ、ちょっと一個ぐらい買ってみようかなと思って行くと、もうレジに 5,6 人女性が並んでて、しかも試供品で、あの女の子だってね、こちらなんとかの試供品になりますって言うんだけど、俺にはくれないよ、やっぱりさすがに。そっか、そう。でしかもここで買おうとするとなんかあのね、いくらチョコレート好きでも、うん、ちょっと違う趣味の人なのかなと思われるのか、すごいね、いぶかしげな目で見られたの。びっくりするぐらい。今多そうな感じするけどね、あま、男性もあまともな人多いから。そうそうそう、だから男性でも料理が好きでね。そうですね、逆プレゼントみたいな。カレー味に使うんですとか言って買ってみるなど。いやでもほら、それだったら別にそのチョコレートにする必要ないじゃない？わざわざあのバレンタインコーナーに。そう、わざわざバレンタインコーナーで買わなくてもさ、コンビニとかで買ってもいいじゃない？あえてハート型を溶かすの。なるほどね、あえて。あえて沈めばいいみたいな。沈めばいい。それ俺誰に対して送るの一体？誰に恨みをぶつけるの？バレンタインを恨んでる。バレンタインなのに。ねえ。いやちょっとなんか。あ、なるほどね。なくなればいいのに。なくなればいいのに。溶ければいいのに。ああ、なるほどね。ことを言いながら、こう、カレーの中に。ほのさん、あの、チョコレートって何味が好きなんですか？この質問すると何か危険な香りがしたんですけど、僕は、あの、ビター系が好きなんですよ。私も黒いやつが好き。黒いやつ？チョコレート大体黒くらいか。確かに。あ、より黒いやつね。より黒いやつ。ブラッ
ックですか。あのブラック、ブラック、そうブラックよ。ブラックね。あのちょっと苦味が強いやつね。うん、チョコレート好きね。私すっごい甘党なのでホワイトが好きですね。ほうほう、あ、確かにホワイトチョコは甘くて美味しいよ。最近でも種類多いですもんね、チョコレート。そうですね。びっくりするぐらい。まあさっきあのフレンドのポテチも相当な種類があるけども。あ、なんかびっくりした。ポテチチョコだと思って。でも美味しいよね。あるんですか。あのね、あのポテチチョコっていうか、そのなんかざく切りにしたそのポテチをチョコレートでコーティングしたやつが北海道まで売ってますよね。売ってるの。そうなんだ。食べたことがない。どうなんだろう。わ、今度実家帰った時にじゃあぜひ。わーい、ね。あれでも本当に美味しい。美味しい、本当美味しい。うん、なんか最初は、美味しい美味しい。なんか一番最初に出たばかりくらいの時は、はい、ちょっとネタ的な感じで、なんか、そう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 、面白がって買って帰ったの。はい、で、なんかみんな、もうなんか、とか言って手出さなかったんだけど、まあ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 、つってみんなで食べて、一口目。美味しいね。うまいじゃないね。あのね、チョココーティングシリーズは、あの、サキイカ、柿の種に続く、あの、きっと、あの、これは人を選ぶんだろうな、チョイスだと思っていたら、これがね、意外と美味しい。万人受けする味で。そうなんだ。うん、美味しいよ。そう、相当美味しい。ぜひ、お試しあれ。あ、じゃあ今度買ってみよう。じゃあ、バーゲンセールは、チョコポテチっていうことで。そうだね。チョコポテチ。あの、3人の意見が。3人の意見を合わせたら、チョコポテチってことでね。そうですね。はい、そんなことで。はい。じゃあ次行ってみましょうか。はい。神奈川県。AA さんからです。ありがとうございます。はい。プラモデルで初めて作ったものは、私子供の時にプラモデル作るの超好きだったの、下手だけど。へー。何作りました？いろいろ作った。なんか、うん、思い出深いのは？思い出深いのは、うん、かれこれ昔、私が子供の時に超人気だった、はい、うん、セイントセイヤというアニメがあって、セイントセイヤのプラモデルなんてあったの？あった。へー。で、なんかクロスとか作ってた。へー。 あったね。思い出した思い出した。確かにあったでしょ、うん、みんなあの当時あの超合金の高いやつを買えない人は、うん、プラモデルを買うという。みんななんかクラスとかでみんな作ってて、うん、そうなんですね。女の子もやってて、すごい人気だったの。みんなで作ってた。なんかね、ペンシル型のこうなんか、はい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 、除光液、あ、わかるわかる、くっつけるやつ、なんかつけるやつ、あのくっつくやつ、あれなんていうんだっけ、なんか接着剤。あ、そう、接着剤。除光液除光液ではないよ。で、確かにあの除光液も使うから、あの艶消し消しとかのためにね、うん、でも今のは接着剤だよね、今ね、うん、あの三角形のやつね、こう俺が、俺の時代は三角形のやつ、こう三角形のやつ知らない。なんかペン型、ペンシル型のやつで、なんかすっごい細いところとかにもこうなんか細かいっていうやつを作ってた。へえ。僕はメタス。メタス。メタスっていう、あのゼータガンダムっていう作品がありまして、ほうほうほう、それに出てくるあのまあモビルスーツから、要するにロボットからこのなんていうのか飛行形態みたいなに変形する、ほうほうほう、あのモビルスーツがあるんですけど、はい、それを組み立てて、まあね、あのそのロボットから飛行機に変形するわけですよ。はいはいはい、それをガーってやろうとして、はい、あの作った1時間後にもう一発で折って変形が、と、そう、昔のやつだからちょっとね硬いってわけですよ、こう股関節の部位とか、こうそれをこう無理やりガーってやってこう真っ二つに、目立ってちょうど、しかもあのちょっとくびれがある程度細い機体だったので、こう粉砕した記憶が、いやーショック。でもさ、なんかああいうのってさ、なんかこうすっごい集中して作るんだけど、はい、うっかりさ、なんかさ、つけるとこ間違えちゃったりとかさ、うん、するとさ、取れなくなってさ、もうなんかさ、そっか。そうなのよ。大変なのよね。そうになりますね。あ、やばい、これパーツ違うと思って、このポリキャップの部分をこう、あの、きつけた後に、あ、違うと思って離そうとしたら、離れないっていうね。なんか、その接着剤の優秀さを感じるよね。そう、そうなんですね。で、剥がれないし、で、それこそなんか、うんうんうん、その、合わないから合わない時点で、なんか気づけばいいのに、うん、そうそう、絶対ってそう思い込んでて、びっくり入れるこの根性。そう。それで壊すみたいな。接着剤の素晴らしさはね、もうタミヤ模型すげえなと思うぐらいの強烈よ。あ、そうなんですね。作ったプラモデルって。いや、私作ったことないです。フィギュア、キフィギュアは違いますよね。あれはまあ、フィギュア、まあ近いもんだけど、フィギュアは何を作ったことあるの？私結構あの、家にフィギュアがたくさんありまして、ラキスタとかもいっぱいあるんですよ。おーおー、もちろん、鏡様も。ありがとうございます。あるんですけど。鏡様？鏡様？違う人だよね。
てたなって思う。アキラさんは。カットエビじゃない。あ、カドミさんもありますけど。はい。そういうなんか簡単に組み立てるのしかないんで。うん、作ってみたいですね。じゃあぜひ皆さんも聞いてる皆さんもちょっと子供心を取り戻して、うん、プラモなんぞを作ってみてはいかがでしょうか、はい、ということでございまして、はい、ふつおたのコーナーでございました。リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってくださいませ、うん、はい、続きましてこのコーナーいくよ。はい、はい、せーの、本のタイトルのコーナーです。はい、今なんか若干俺か。今乗っていっちゃった。乗ってね。乗っていっちゃった。誰だ。はい、このコーナーは本のタイトルだけ送ってきていただいて、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めるつけるコーナーです。はい、決めるつけるコーナー。決めるつける。さあ、はい、早速。でも最近さ、ちょっと若干違くなってきてるよね。なんかタイトルが来なくなってきてなんて、これどうなん、まあいいや。まあ、じゃあ早速行ってみましょうかね。はい、はい、こちらはラジオネーム隣のあの子はシャー専用さんからいただきました。ありがとうございます。これ歌いたくなるね。まあいいや、ね、なんかね、はい、それ違うわけだからね。言っとけ。まあまあ注意注意って、ね、はいはい、私は舌打ちをしたことがないというキャラを主人公に漫画を描こうと思っているものです、はい、ほうほうほう。ですが舌打ちをするシチュエーションが思い浮かびません。絶好の舌打ちタイミングを知っていたら教えてください。できれば舌打ちをした後ちありがとうよみたいな幸せな舌打ちがいいなと思っています。舌打ちをしたことがないというキャラを主人公に漫画を描こうと思ってるのに舌打ちを入れたい。入れたい。ってことは何かこう感動とか喜びとか何か本当にすごいシチュエーションになると舌打ちをするっていう。一番最後に舌打ちを持ってきたいってことだろうね。多分ね。あのね、私舌打ちをよくするキャラクター知ってんだ。おお、よくやったね。あ、俺もよくしてる。あ、そうだ。よくしてる。そうだそうだ。私も知ってる。すっごい舌打ちすんだよね。すっごい舌打ちしてた。そうそう。可愛いんですけどね。うん、1話で何回やったかっていうから。1話そうだね。出てきた瞬間からやってたもんね。特用で舌打ちって書いてました。あ、そうなんだろうね。しかも幸せな舌打ちですよ。そうなんだ。あの、コノさんがよく知ってる、あの、なんていうの、こう。あの、ピンクのツインテールのね、はい、ボカボカの服着た。ブラックな舌打ちではなくて。で、はい、え、幸せだったよ。ピンクのツインテール。なんだろう。ツインテール。あれえ、誰いや、誰のでっちゃうよ。なんかそう。ピンクのアホ毛だろツインテールは、ツインドリルですか。そう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 。もうびっくりしたね、今。ピンクのね、うん、はい、幸せな舌打ちですよ。え、ごちそうさまでした。いや、だからあれでしょ、こう例えば一緒にご飯を食べに行ったりとかした後に、はい、なんていうの、ちょっとトイレ行ってくるっつって、はい、トイレ行って帰ってきたら会計されてましたみたいな、そういう流れなわけでしょ。はあ、はあ、そうそう、あ、そうですね。ノリとしては、美味しい、うん、スープを飲んで、うん、なんか挟まったっぽい。なんか今ちょっとすいません、用事くださいみたいな今流れに。美味しいステーキを食べて、うん、待って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 、今シーハーでシーシー言うてる今ね、シーハーしてる今ね、それ完全につまりしたよね。お嬢さん幸せなんでしょ。うん、幸せですよね。幸せじゃない、これだと、うん、だから本当はなシチュエーションとしてはおそらくこう敵だと思っていた、もしくはこう嫌いだと思っていたやつが実は自分のことをこうなんていうの考えてくれていたみたいな、そういう流れ。うん、なんか素直に礼が言えない感じ、うん、はい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 、ツンデレの白石のくせにみたいなこと。待て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 今最後に言った白石のくせにって最終的にえそれ感謝なのか。今明らかに文句言われたみたいな感じだったんだけど、今の何、あの人なりの感謝の感じだった。そう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 、あーなるほど、気聞かせやがってよみたいな。ああなるほどね、そういうことか。きっと多分、おーきっと多分、おーやってた本人からそんなことが出てくるとはね。多分そうじゃない、恋みたい、ね、近くない近くない、それちょっと近くない、でも確かにそういうことですよね、うん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 、おそらくはね、おおおお、なるほど。え、じゃあいいじゃない、うん、小神明っていう人を主人公に書けばいい。あ、なるほど、うん、で、たくさんたくさん出てくるような、たくさんたくさんこうなんか、うんうん、こうスーパーアイドルチックな感じの話にしていけばいいと思う。で、最終的になんかこうじゃあライブをやるっつって、はい、僕もよく知ってる、うん、名前がひらがらの白い石の人がお客さんをいっぱい集めて、はい、明日様どうですか、こんなに人集まりましたよっていうところになって、白石のくせにっていう、あ、いい話だ、まあ、すごいいい話だ、いけるよ、すごいいい話だった、これ先生に許可を、そうね、
このラジオ始まって以来なんかすごいちゃんと落ち着いてる感じしたよ今、うん、いいことを言った、よかった、いいこと言ったじゃん。じゃあそれでそれでいきましょう、決まりですね。やっぱこう9回もやってくるとだんだんね、なか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 出てきましたね、出てくるんじゃないですか。いつものなんか銃撃戦にならなくてよかったよ、進歩進歩よ。はい、2枚目のお便りいきたいと思います。はい。はい、はい、ですね。みんなで、ナノのネジを取ろうネーム、ケナさんがいただきました。あ、取ってほしいかもしれないですね。はい、私のおじいちゃんは、酔っ払うと、野生の牛を倒した話をよくします。うん。これをヒントに物語を作ろうと思い立ちましたが、おじいちゃんの武勇伝が足りなすぎます。うん。もっとおじいちゃんの武勇伝を知りたいのです。皆さん、よろしくお願いします。おー。うん、野生の牛ってこう、角があるやつでしょ？なんかそんな。まあ別に野生じゃなくても牛には角がありますよ。あれ？あ、そっか。ありますよ。あれ、闘牛とかの牛ですもん。そう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 。あれ野生じゃないよ、別に。なんか。うん。あ、そうです。角がでかいのね。ケンタウルスみたいな。そうそうそう。おそらくこう、眉間にこう、拳をバーン、もしくは。はっしゃって。待って、それ今何してんの？今、シャカシャカって。すっごい険しい顔してます。今の、なんか、あれじゃないですか、猫科の、どう打ってなかったですか、今。今、牛、今、牛をやってた。牛のシャカシャカ。それは私、蹄をなんか削って、あの、こう、後ろでこう、バーッとなんか出してみたら、そういう。そうそうそう。はいはいはい。パーみたいな感じで、それ何ポケモン新しいポケモン違う、だから牛だって、野生の牛だって牛なんですよ。なるほど。で、赤い方にこう突っ込んでくる。おじいちゃんは、うん、酔っ払うとだから多分酔ってたんだよ、この時も。そうです。だから顔が赤くて、うん、でもそのおじいちゃんの顔にめがけて野生の牛が、なるほど、あーぶねー、酔っ払ってたんだけど、酔っ払ってるから、うん、なんかこう水気みたいなこう音になり、飲んで野生の牛をこうかわしたら、はい、牛があの壁に角があーって刺さって、さーで、うん、ってなって、何そのモンハンみたいな話がモンハンのティガレックス倒す時みたいな、何それ、壁にこう突っ込んできたら歯が挟まって動けませんっていうところをこれ V セットなんだみたいな、そういうことになるじゃないかお前でこうやって倒したみたいな。あ、だってそれでさ、そのおじいちゃんこれ現在進行形の話だろ、これ昔の話を言ってるんじゃなくて今なんだ、今もこのさん的には続いている、ね、あ、今だってもう牛を、野生のなんか動物を倒すっつったらもう空手バカ1台か、うん、グラップラーバギのオロチドッパ先生かどっちかしかないわけですよ。まあオロチドッパ先生はトラですけど、野生のね、うん、何今のね、今のさ、ちょっと待って待って、あの灯籠剣みたいな形をずっとしてたんだけど、カマキリみたいな、あれは何を表してたの？してましたね、なんか牛戦いのポーズ、次の戦い何にしようかな、次の戦いのポーズ、牛の後もう一匹の牛次何にしようかなと思って考えてたら、うん、今オロチって言ったかヘビかと思って、ヘビこれヘビかと思って今こういう、そう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 、なるほど、そうなんかコブラ的なものと戦うわけですよ、マングス的なだからでもあのおじいちゃんは多分野生の牛を倒したってぐらい、要するにアグレッシブな人だから、うん、 でね、うん、でも武勇伝が足りないわけですよ、うん、もっとだから牛を倒したとか何を倒したとかこういうことができたとか、だからコブラコブラコブラ、まあ、実はそうですね、牛以外にも倒してるんですよね、なるほど、コブラに噛まれながら引きちぎったみたいな、そういうコブラに食べられて中からこうパーンみたいな、でかいね、何ヘラクレスみたいなすごい、ね、それからやらないとこう武勇伝的な感じじゃないと、あ、なるほど、ヘラッカーの要するにこのコブラに丸飲みされてうわーってなったところをこう腹をかさばいて、うんうんうん、あっさーってあっさーってのあっさーって掛け声の音にね、おじいちゃん若いんだ、あ、そういう流れだね、うん、そうね、じゃあもっとどん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 武勇伝出していきましょうよ、武勇伝ですね、まず牛は倒したいですよ、うん、でまずコブラ、コブラ、コブラ、爬虫類は倒しました、うん、あとはじゃあやっぱりなんですかね、魚類ですかね、ジサメ、サメ、サメ、サメがいい、あ、どうしようかな、サメをこう聖剣突きで倒したんだ、あと巨大なカニ、巨大なカニ、巨大ガニ、コロさん何、ギリシャ神話を見てきたの今日は、RPG 的な感じになってきた今日は何、ギリシャ神話をなんか読んで来られた、それとも聖の聖夜からそういう流れが来てる、カニ、うん、カニ、ちょっと待って、カニとさ、あのヘビとあのイストラのポーズなんだけど違う違うよ、もうちょっとせめてさ、なんかこうハサミをこう出すとかそういうのはないんですか、バルタン星人みたいなさ、違うよ、なんだよ、横の横のこう、あ、横の手、横の足の方、そう、え、じゃあハサミは、まあちょっと再現しきれない、ハサミは再現しきれないちょっと足りない、とりあえずなんか刺しとくか、刺しとく、今メガネ取りましたね、あ、触覚的な、触覚的な、あ、なるほどね、はいはいはい、おー、そ, そう、なんかさ、あのバスケのリーリー、あのディーフェンスディーフェンスってことだったんですよ、今明らかにこう左右に動いて、
横歩きこう。横歩きでね、なるほど。すごいね。多分すごいいっぱいあると思う、おじいちゃん。カニも倒しちゃうんだ。カニはだからあれでしょ、巨大。足でこう踏むの。巨大じゃないの？おじいちゃんもでかい。巨大じゃない？おじいちゃんも大きくなれるの。ピボンピボンピボンみたいな。ギャッてあのメガネをこうつけるとドウィオ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 って大きくなるの？なんかこう なんだろう、なんかあの大きさのバランスはちょっとおかしいんだけど、うん、なんか内容的にはそういう方がいいかなみたいな。うん、あ、なるほど。そうそうそう、何、大きいカニがすごい巨大なカニなんだけど。巨大なカニなんだけど、うん、あ、分かった。槍で刺したら小ガニがいっぱい出てきて、その小ガニをおじいちゃんがこう踏むの。踏んで地味な作業が。武勇伝やぞ。先生。先生、この人ブヨウデンですよ、うん、なんか意外と地味な方向に行きましたよ今。でもおじいちゃんぐらい、でもひょっとしたらそれがそのカニが、うん、小さいカニがそう凶悪な人食いガニとかで、あ、そう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 、なんか悪いやつ、おじいちゃんは悪いやつしか倒さない。あ、なるほど、うん、正義のヒーローなんですね。ヒーローな、なるほど。で最終的には星になってこう、おじいちゃん、あ、おじいちゃんの星、おじいちゃんの星ができる。最終的にきっとあれですね、アキレスを矢で撃たれるんだな、きっと。で、その後、こうやって空にピカーって光る形なんだな。おじいちゃん、そうか。そうそう、北の代表生徒みたいになるんだな、きっと。おじいちゃんってアキレスなんだよ。あれ、アキレスってなんだっけ、あれは。アキレスじゃない。何あの星座なんだっけ、オリオンだ、オリオンだ。オリオン。オリオン。オリオン、ケンタウロス？ケンタウロスは違うでしょ。それはあのジンバの人でしょ。おじいちゃんが牛になっちゃう。なんかわかんなくて。ね。うちのディレクターがもう完全に呆れてるんだよお前。もうどこをどう突っ込んだらいいのかがもうわからねえから。まあとりあえずまあおじいちゃんはすごい人だっていうこと、ね。なるほど。まあじゃあそんな武勇伝を、はい、もうどんどん作っていいと思うんで。うん、はい、ね。あの我々が出した武勇伝参考に、ね。参考にずつね。いろいろ出していただきたいなと。ぜひぜひおじいちゃんのお話を書いていただきたいなと思います。はい。はい。はい、そんなわけでリスナーの皆さんからのお便りどしどしお待ちしております。どんどんどしどし。どんどんどしどし。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。というわけで。はい。番組もそろそろ、はい、うん、終わりに。なりましたね。なってきなりました、はい。しっとり。すごい、なんか今日は駆け抜けた感じですね。そうですね。なんかね、うん、なんか一気にこう、いろんなアイデアが、はい、うん、バーッと、コロさんから。今日は僕はなんか、お二人には全くわからないギャグをちょっと言いまくってしまったので、ちょっと大変申し訳なかったかなっていう、はい。勉強します。気持ちが、はい、すいませんでした。勉強します。はい、すいません。はい。もうちょっと、今に、通じるギャグを考えていきたいと思います。いやいやいや、面白かったです。おじさんは面白かった。あ、よかった、よかった。そう言っていただけると、はい、恐縮です、はい、いろんなネタをね、うん、入れてやっていきたいと思います、はい、うん、老若男女、そうですね、老若男女、男女、ね、楽しめるような、うん、番組作りをしていきたいと、はい、常々思っております。はい。古谷さんはいかがでしたか？古谷さん、さっきから気になってたんですけど、うん、乗りついてないですか？私乗りついてないですか？乗り？何の話？待って、なんでそれ最初に言わないの？今聞くのそれ？え、何食ってきたの今日？何食ったの？おにぎり食べて、カリカリおにぎりを買ったんで、おー、あー、大丈夫よ。これ銀歯なんですけど、まあそれはいいんだけど、そんな奥まで見せなくていいから。しかも海苔が作って前でしょ、前、歯の前、銀歯の報告もされたよ。前されたね。大丈夫ですけどね、やがて。銀歯、何を、銀歯、銀歯、刺し歯じゃないの？海苔もついてたら取りたいんですけど、白くしたいですね、銀歯。あ、はい、わかりました。大丈夫です。今日の静香ちゃんの、一言です。一言は、はい、今日の振りがございました。すごいね、今ね、ドキッとさんのなんか海苔ついて言わなかったんですけどって言ったから、はい、私かなと思って、私、そう、俺もあれ、ひょっとして今日海苔つくようなもの食べたっけなと思って思ったけど、あ、待ってよ、私まだおにぎり食べてないと思って、うん、俺もすいません、私でした。大丈夫でした。そう、はい、しっとりおにぎりじゃない方買っちゃったので。あ、でもパリパリおにぎり美味しいね、うん、美味しいです、海苔がパリパリしとって、うん、美味しいからね、うん、しょうがないですね。はい、白石さんはなんか、うん、なんか感想ですか、うん、まあとりあえずはやっぱり分かりやすいギャグを目指していくというか、じゃあここで一発、お分かりやすいギャグを、分かりやすいギャグ、分かりやすいギャグ、分かりやすいギャグだぞ、分かりやすい、お前なんでこの一番終わりのタイミングで言うんだよ。ワクワク、いいじゃない、ワク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 、ワクワク、このハングライダーどのぐらい飛ぶ？1時間ハングライダー、イエイ。はい、そのわけで今週も楽しく、はい、終わりを迎えた感じで、すいませんでした。いい感じで、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手は博士役今野ひろみと、はい、篠宮役、あれ、ララ篠宮役、古谷静香と
白石みのでした。すいませんでした。ごめんなさいでした。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。まもなく始まります。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ時定め高校編、長野原美代役の相沢舞です。今日のお題は小田真理子さんからいただきました。いつものあれ。いつものあれ。私は美容室に行くといつものあれでお願いしますって言って終わります。本当に。もう通じゃないですか。すごい羨ましい。同じ髪型なんだもん。へー、変える気は。すごい便利ですね。うん、いいな、行ってみたい。美容院でいつものあれでって。うわ、かっこいい。だってマリリンあんまりなんかなんていうのこうしてほしいって髪型してないけど、そんななんかわかんないけどあんまり切らないからな、よく伸ばすので。うん、じゃあ必要ないです。そして愛を言う子役の本田真理子です。うん、いつものあれ、私はですね、いつもブレスレットをつけてるんですよ。うんうんうん、天然石の、うん、これを作ってからできるだけ夜寝るときとお風呂入るとき以外は外してません。うん、これ意味があるんでしょ、石に。そうなの。うん、あるの、あるみたい。言ってごらん。すっごいさ、いろんな色ついてる石。確かに。超貪欲なんだよ。そう、貪欲なの。あの、やっぱり。そう、一種類じゃ全然足りなくて、自分の気持ちが。仕事運とか、うん、緑がね、うん、あとピンクが人気運とか、うん、で水色が落ち着きましょうって。そうなんだ。だから水色は大きいんだ。増やした方がいいんじゃない。もう十分。どういうこと、どういうこと。あ、でもないよ。はい、そしていつもクールな水上舞役の戸賀美鈴です。私は先日やっと、うん、やっと、うん、いつものあれと言うとホッケ定食が出てくるようになりました。うそ、すごくない。定食屋さんで、定食屋さんで店員の方と仲良くなって、うんうんうん、すごい頑張った。本当で意を決して、あ、すいません、いつものあれありますかねって言った。あ、かしこまりましたっていう。いいなー、いいなー。ホッケ定食って名前がなんとなく店が分かっちゃったんだけど。なに忘れて。番組を進行していきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで、はい、まずはふつおたのコーナーです。はい、です。お便りをいただいております。東京都東京都 AM さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スキー派、それともスノボ派、うん、とのことですが、え、スキーとかスノボってやります？あのね、私はスノーボードというスポーツがこう流通し始めてからですね、雪山に、はい、行ってないので雪山に行ってないので、これスケート派を加えてもいいですか？いいよいいよ、スキーするといいよ。スケート派、うん、スケート派です。スケート好きなんだ。好き。へー、意外。え、結構行くの？うん、一回だけ。おい。でもね、ちょっと。でも、シンパシーを感じたというか、初めてだったのに結構滑れたのよ。うん。だから、私は合ってるんだ。それ滑ったっていうのは、うん、ちゃんと滑ったの？ちゃんと滑ったよ。違う、その滑ったじゃないよ。滑ったじゃないよ。なんで信じてくれ。いや、そんなことない。だってすごい意外なんだもん。だって自分で運動音痴って前、言ってましたよね。運動音痴。ね、でもね、スケートはね、結構難しい。表情だからさ、なんか心がね、そのドヤ顔意味わかんないけど、フィーリングがあっちゃったんだろうね。私は、私は私、スノボ怖くて。スノボ、うん、なんか怖いよね。あ、これは、あるんですけど、一回、うん、昔なんか友達と、スキーに行って、うん、
なんかリフトに乗ったんですよ。うん、で、母親も一緒に行ってたんですけど、うん、でそのリフトから、うん、その母親が滑ってるところに手を振って、うん、わあここだよっていう風にやってたら、うんうんうんスノーボードの人が、うん、わーって突っ込んできて、わーって母さん吹っ飛んだんですよ。知ったでね。ちょっと衝撃だよね。衝撃だね。でも無傷だったんですけどね。全然無傷だったんですけど。よかったね。まるで漫画のように吹っ飛んだんで、ちょっと。すごい、それは。さすがにびっくりしました。逆に雪の上だったからそんな怪我しなかったってことなのかな。あ、そうなのかな。クッションになってとか。もうそうかもしれない。気持ちないね。もい様は？もい様はどっちですか？私は、なんだろう。こう、イエティと、雪山で。イエティってよ。イエティいや、なんかこう、イエティと並んで坊主してるだけだよ。そう。それスポーツ。菅尾くんみたいに。なんてこった。それでなんかすごい、微笑ましい。次行こうかな。行こう行こう。花粉症の方がいらしたら、今年の対策をご教授ください。ご教授ください。秋田県 HM さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、さっきから鼻を吸ってて。二人はどうですか？これ、申し訳ないことに。私たち二人とも、まだ、ないんです。なーに私ね、15年ぐらい花粉症なの。え、もう、ベテランじゃん。15年ぐらい。芸歴15みたいな感じですか？もう、そう、すごい、15年前から花粉症なの。そんなに、うん、プロですね。プロだよ、プロ。何でも様にご教授、願うしかない。ご教授願う、お願いします。うん、でも私は、でもさっきはレーザーしかやってないから。レーザー？うん、そう。レーザー？レーザー。鼻の粘膜を焼くの。焼く？聞いたことありますよ、あれ。うん、すごい痛そうなんですけど。そんな痛くないけど、なんかこう、実況すると、うんうん、ピッ、実況ピッ、シュボン10%ピッシュボン30%ピッシュボン60%そのパーセンテージは何ですか？焼け具合焼け具合やだ。はい、右終わりました。左行きます。ピッシュボンってまだ何パーセント大丈夫なの？シュボンそれを3ターンぐらいやる。3ターン完成それは、1回やったら、もう、でも半年ぐらいかな。持つ人はもっと。でもってことは、毎年やんなきゃダメってことですか？毎年焼いてる。うわぁ、大変ですね。いやでも私の周りも花粉症ばっかりで、私が全然まだ、未経験なので。多分これからもなんか花粉症来ないような気がしますね。何その笑顔、二人とも、イラッとするわ。もうね、だからなんだろう、ご教授って言うとね。え、なんだ、なんだろう。何でしょう、ね、薬以外？薬以外の対策。薬飲んだりとかもあるんですか？でもね、すぐ寝ちゃうの、私、飲むと。もう、ところ構わず眠ってしまうので。だからね、あんま飲みたくないなと。じゃあもう薬、薬が。じゃあ、もしもの時はまた教えてください。失ったら、ならないと思いますけどね。じゃあ皆さん、もしもの時は上手にやってくださいということで。なんてこった。じゃあ上手に焼いてもらいましょう。上手に焼いてもらいます。こんがり肉で。今知ってる、知ってる言葉を知ってる、なんかね、覚えたての言葉をね。ちょっとかわいそうなんで、ちょっと次いきます。次なんですけど、福井県 JK さんからいただきました。はい、ありがとうございます。女子高生、女子高生なんじゃない？ちょっと JK。JK。私ちょっと JK。冬に自転車で遠出する場合の防寒対策は？ JK だね。JK の対策ですね。JK だよ、これ。冬に行ってこれは雪降ってるんですかね？なんだろう。場所にもよるけど、でも基本自転車だと寒いよね。これ私的にはマスクを必ず装着することを勧めます。マスク？マスクあったかい。あったかい。あったかいですよね。あったかいね。自転車だと本当に辛いんですよ。マスクないと。あ、自転車のプロだから。結構長距離走る自転車で。いや、毎日15分ぐらいしか走らない。そっか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 。なんかその毎日15分っていうのを今すごい腕組んで真剣に話してる。毎日15分ぐらい走る。そんなことないですね。オフなんで30分です。ドヤ顔されてる。どうや。どうしよう。なんか悲しかった今。今の確実に自分の声じゃないか。自演を話した。心が痛い。でも
も私北海道出身なので、聞きたい。結構全然普通なんですよ、その雪の中をその自転車で走るっていうのが。寒くない？寒い。吹雪いてる時なんか、本当一寸先真っ白で、もう全然見えなくて本当怖いみたいな感じで。いやでもどうなんだろうな、うん、私自転車乗らないから。あ、そっか、なんだね、車は怖いけどっていう、防寒対策って言われてももう何もかも無駄みたいな。なんかさ、車だとさチェーン巻いたりするけど、自転車はチェーン巻かないから。自転車チェーン巻く、まあね、巻かないからね。ガシャンガシャンと音がしたら吹ける。マスクさ、あれさ、マラソンするときにマスクするのね。そうするとすっごい水滴が溜まってきて、すっごいなついてる人がいる。何十分か走ってると窒息しそうなの。だからもう多分苦しい。くっついて、なんかいや呼吸ができなくなっちゃうの、全部水で。だから自転車長距離、この JK がね、 JK 長距離乗るんだったら結構危ないの。おー、すごい私気になるワードが今出てきたんですけど、うんうんうん、もい様マラソンするんですか？あ、マラソン、あの朝走ってんの。本当ですか、本当ですか、本当ですけど。マラソンですか？どのぐらい？あ、でも、あれあんま決めてないの。疲れるまで走ってる。何そのかっこいい。熱い。決めるとしんどくない？何キロとか。あ、辛いかも。頭の中によぎってしまう。2.5 キロとか。ね、マスク替えをね、持ってポッケに入れて、で、もう、びしょびしょになると替えてるの。すごい。ストイックな。ストイック。そうか、毎朝走ってっからスタイルいいんですね。いや。体型はね、ずっと変わってないの、小学校の頃から。どういうことだろう。私走んないからね。ダメだ、ダメだ、もう。あ、でなんだっけ、防寒対策だっけ。防寒対策です。そうですとも。どうしましょうね。マスクで対策と、うん、とりあえずマフラーとフードかぶって手袋しりゃいいんじゃないですか。すごい適当。ちょっと、ちゃんと考えてあげようよ。考えてます。スーパー雑です。でも、ちゃんと私考えて、マスク、マフラー、フード、手袋って書いてあります。あ、書いたの？書いたの？でも言ったみたいです。じゃあね、このマリリンの思いやりをちょっと JK さんは、マリリンの温かい心で、温かいだね、温まってほしいなと思いますよ。はい、いいのかどうなんで。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お便りどしどしお寄せください。お便りは、ランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしています。続きましては、男塾合格でしょうかのコーナーです。すごい、今日すごいの来たな。はい、このコーナーはよくわからない事象に対してパーソナリティの私たちが入塾いやまたは否か、こちらを判定するコーナーとなっております。はい、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 早速、はい、行きましょう。ラジオネームモンプチ食べろさんからいただきました。モンプチ食べろ、はい、梱包材として皆さんご存知のプチプチ、プチプチ、実はプチプチにもいろんな種類があることを皆さんはご存知ですか？小さい時からプチプチを指で潰すことが大好きだった私は、プチプチを潰した感触、さらに潰れた時の音だけでプチプチの種類を言い当てることができるんです。この特技、男塾合格でしょうか？ちなみにプチプチの正式名称はエアパッキンっていうそうです。エアパッキンなんか必殺技っぽいですね、うん、ね、エアパッキンってでもなんか知ってた、うん、前にエアパッキン持ってきてって言われたことある。誰に？なんかバイト先の人。すごいなんかリアルな。そうなんだ。どんなバイトだったの？なんだったんだろうね。そこ流しちゃうとこなんだ。必要だったんじゃないかな。でもこのプチ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 何種類あるんですか？なんかこんなさちっちゃいのからさ、うん、大きいのこのぐらいのもあるさ。うんうん、あ、それが種類？オセロぐらいのもさ。なんか結構大きいのもあります、確かに。うん。なんかオシャレだとハート型とかも。ハートの嘘、うん、あるエアパッキンあるよ。うん、車両通、へぇ、すごい。何て言ったの今。車両通。車両通。何それ？え、オシャレ。オシャレ。言わない。言わない。あまり私は使わない。車両通？車両通って最近なんか若い子たちはよく言うの。そうなんだ。
プチプチ、そう、若い子たちがシャレオツって言ってんの、じゃあ大丈夫だね。よかった。そうなんだ、やだな、年取っちゃったな、私もな。嘘だ。でもすごい、そんなに種類があるんですね。プチプチって一つ一つ潰します？うん、不敵な笑みが萌え様から。私は一つ一つ潰さない。こうやってこう雑巾みたいにして、何があったの？何があったの？でもなんかその萌え様みたい。みたいな。じゃあプチプチ持ってくればいい。そうした瞬間にそうなりました。私も昔はちゃんと、うん、そうやって一粒一粒、うん、なんか楽しむというか、うん、そうだったんですけど、うん、なんか、うん、ある一線を越えた時からもねじり切ってやるみたいな感じでもう、うん、私結構プチプチプチって感じですね。うん、ちゃんと一個一個潰して一個一個。でもなんだろう、やっぱちっちゃいプチプチの方が潰しやすいからいいなと思いますが。まあ大きいのね、潰しにくいよね。あんまりプチプチっていう意味がない気がする。プチじゃないじゃん。大きいやつってプチって音します？あれ用事でやんの。用事なんでちょっとフェンシングみたいな。用事でございじめないだけです。すごい、そんなのあるんです。なんかあれありましたよね。そうだ、あれなんだっけ、なんだっけ、なんかゲームみたいになりませんでした？ゲーム。あった、あれでしょ、携帯電話とかね。キューラキューラの。ありました、アプリで、なんか。アプリ？え？携帯アプリっちゃう。違うよ、キーホルダーの方でしょ、言ってんの。キーホルダーの方です。ね。キーホルダーの方で。アプリって何？いや、携帯アプリであったんですよ。プチプチするゲーム。だってプチってなんないじゃん。いや、プチって音するんです。携帯アプリで、こう、プッププッって普通にプチプチしていくだけなんですよ。手で触りながら。うん、でも、なんかそれをいっぱいしていくと、可愛い女の子たちが、なんか、キャンみたいなこと言ってくれるゲーム。なんだそれ。でもそれ一緒でしたよね。なんかうん、なんだっけ。あ、でも変な声したかも。うん、もう何回かに一回変な声するっていう。だから、なんか萌えが多かったね。そうそう、萌え。女の子とか男の子で、イケメン美少女が出てきて、キャとか、ははんって言ったりみたいな。それがアプリであったんだ。そう、アプリでありましたよ。そうなんだ、知らなかった。へえ。それはエアパッキンって言わないのかな。プチゲームじゃないの。プチゲーム。新しいものができた感じ。ね。うん、これ上手。面白かった。いいを決めて。いいを決めて。これを読んだのは萌え様だから。いいを決めて。嘘。本当ですか？じゃあよかったね。エアパッキン、プチプチ。決めちゃっていいよ、決めちゃっていいよ。嘘、私なんでそんな、なんだよ。なんか最後楽しそうだったから。そうだったから。本当？じゃあなんか最近はね、アプリにもなってますしね。はい。いろんなものも出てます。プチプチを世の中に広めていきましょう。ということで、合格です。おめでとうございます。すごい乾いた。乾いた拍手が。なんだよ。はい、はい、続きまして続きましょう。スーパー仕切り直しですね。ファンキーネームん、ジャミロクワイさん、うん、からいただきました。ジャミロクワイ、これジャミロクワイじゃないですか、これジャミロクワイですね。うん、ジャミロクワイさんが感じだからね。クワイの感じですもんね。うん、じゃあジャミロクワイさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小学校の頃の話です。友達の横田くんが僕の家に遊びに来ました。うん、部屋で二人で遊んでいるとお母さんがお菓子を持ってきてくれました。うん、その時横田くんがお礼を言ったのですが、そのお礼がありがとうございます奥さんでした。その時僕は横田くんなんだか大人だなと思っていたのですが、今改めて考えてみると奥さんはないだろうと思いました。もしかして横田くんこの頃から男塾に入塾していたんじゃん。え、どういうこと？これさ、すごいさ、うん、読んだ時、面白くてさ、なんかさ、あれですよね、なんか、面白かったよ。ありがとうございます。奥さんって言って、横田くんより私は横田くん、大人だな、面白かったけど。でも子供はそう思うよね。思うね。だってありがとう奥さんだよ、奥さんだよ。お前は旦那かよ、どっかのどっかのっていう。これ桑井くんは大丈夫ですかね、長時間こう家は奥さんにね、お母さんと横田くん置いて長時間家を開けたこととかないですか、ね、それは大丈夫ですかね。いや小学校
隣の家の旦那さんみたいな喋り方だね。どういうこと？どうしたの？そんな、なんかあったの？ありがとうございます、奥さんって。それか、あの、なんか郵便配達とか、うん、なんか荷物運んできた、うん、お兄さん？言わないよ！何を見たんだよ！漫画とかドラマ見すぎだよ！そうかな。影響されないで。いやでもいたんですよ実は。え？あの私が小学校の頃に、うんうんうん、まあ向こう相手って言ったんですよ。向こうが幼稚園の男の子で、うんうんうん、なんかすごい低姿勢なんですよ。うーん、私あ今の私なんかよりも多分すごいで、ね、いたらしいんじゃないかと思うんですけど、なんか、うん、まず私のことをみすずさんって言うんですよ。キュー！みすずさん。で、すごいなんか腰低くいたらしく。うん、みすずさん、今お時間よろしいでしょうかみたいな。え、それは何歳の子なの？え、全然普通だから幼稚園。4歳とかでしょ？ 4 歳とか5歳とか。え、4歳同士なのではなくて？え、違う。私が小学校なんで、うんうん、あと年上です。私お姉さんですよ。ああ、何歳さ、何歳さ？え、5、6個離れてる。あ、すごいね。それで、なんか憧れのお姉さんだったんじゃん。え、嘘。え、そう。5、6個下でしょ？だってそれは、うん、恋的には芽生えますよね。きっと今美味しくなってるよ。今恋様恋様何何それ食べてみたいな。ホッケみたいになってるよ。え、きっとね、今素敵になってるよ。うん。いい男になってることじゃ。なってるよ。でもいいな。でももうどこに行っちゃったかわからない。あ、そうなの？わからないんですよ。丁寧な人いいね。丁寧な人？あ、丁寧な人。丁寧とかね、素敵ね。え、でもこの横田くんはちょっとやだ。うん、横田くんは嫌だね。奥さん嫌ですよね。友達ね。奥さんはどう思ったんだろう。え、嬉しいんじゃないの？だって息子の友達に、ありがとうございます。奥さん。え、嬉しいよ、なんか。なんか嬉しいよ。わからない。え、わかんない？わかんない。わかんない。わかんない。じゃあ、森さんは？え、嬉しくないかな。でもこれって、うん、結局じゃあその横田くんは入塾していたんじゃってことは、うん、もう入ってるってことですか？うん、きっと入ってたんだと思う。じゃあ私たちの先輩ですね。そうですね、うん、じゃあもうね、これはもう入塾か否かというよりは、うん、もう先輩に対する敬意を譲るしかないですね。私たちがこれを始める前の話でした。あ、でもこれジャミロクワイくんじゃなくて、あ、ジャミロクワイくんじゃなくて横田くん。横田くん、うん、これさ、入塾していたんじゃって、そもそも入塾したいってわけじゃないんだね、よく、あの、クワイ。ジャミロクワイさんは。クワイくんはそういう話を私たちに持ってきたっていう。じゃあどうしようか、このクワイくん。クワイくん、ジャミロクワイ、新日課だから、いや、ニコラスペタス課かなんかに。ニコラスペタス課。わかりました。じゃあ、男塾のニコラスペタス課に入れておきます。じゃあ、お願いします。はい。終わった。ニコラスペタス課。はい。え、このクワイくんがですね。はい、クワイくんが。はい。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。新しい方できました。はい。はい。といったところで、はい。ありがとうございます。リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。そして、次のコーナーは、ありがとうのコーナー。このコーナーは、どん底になった時こそ前を向こうよのコーナーです。はい。そうです。とも、前を向きましょう。何があったの？前を向こうなお便り来ましたよ。うん、はい。読んでください。世界遺産、世界遺産ネーム、モンサン・ミシェルさんからいただきました。お、ありがとうございます。すごいところから来たね。フランスですね。私の親戚が教員免許を取って、晴れて教師になりました。おー、おめでとうございます。短いね。昔からバカなことばかりお互いやってきていたので、お前でも先生になれるんやな、といったところ、まあ、先生も人間やからな、と笑い返してました。はい。なぜか今まで、先生は、先生という、人種だと勝手に思い込んでいたので、なんかちょっとわかるかもしれない。先生イコール人間という親戚の発言私にとっては斬新でした。はい、私が学生の時に担当していた先生も、実は友達とバカなことやったりヘマしていたりしたのかなと考えたら、なんだかすごく温かい気持ちになりました。うんうん、親戚の何気ない言葉にありがとう。ああ、はい、なんだろう、なんかホッとする、ホッとするね、お便りが来ましたね、うん、いいね、うん、あの実は私両親が学校の先生なんですよ。おー、
いいよそんなに大きなの。今こう頭の中で理解するまで 1.5 秒ぐらいかかった。この先生、ね、このホンダの。いや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 、そんなこと言ってそんなこと言ってないよ。そんなね。すごいやっぱり育ちね、この素直に素直すぎてね。うん、素直すぎてなんですか。いやだからね、だからこんな健やかなね。そうですね、心に育ったんだなって納得しましたよ。やったね、うん、やったね。そうだよ、うん、きっとね、うん、でなんかわかんない何で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 そんな大きな話にしなくていいんだよ。でもさ、ご両親がさ、先生だとさ、もうこれ両親もこういう考えじゃない？人間じゃなくて親みたいなカテゴリーじゃない？うん、で先生もなんか人間っていうより先生っていうカテゴリーだから、その二つが一緒なわけでしょ、うんうん？なんかでもそれって他の職業もある気がする。あ、まあね。だって例えばさ、女優さんとかがなんかお母さんってあんまり想像できなくない？想像したことないね。女優さんは女優さんだし、なんか親をやってる姿ってあんまり見られないから、なんか不思議な感じ。あ、でもなんか自分で言っておいてあれだけど、うちの母も保母さんなのね。でも母親の面しか知らないから、保母さんっていうあれが分からなくって、だからたまにほら子供からさお手紙とかうちで見つけると、ん？なんだろうっていう不思議な気持ちになる。あ、外で先生やってるんだみたいな。うんうんうん。なんかちっちゃい頃は逆にそれがなんか嫌で、あ、そうだね。先生ってみんなのものみたいなところあるじゃん。みんなのものだよね。だから、うん、私のお母さんなのに、うん、お父さんなのに、うん、なんでってなってた。あ、そっかそっか、うん。ちょっとわかるそれ。うん、ちょっとわかる。私もあったな。今思い出した。うん、私のお母さんもおことの先生だ。あ、そうなの。お母さんごめん、ちょっと忘れてた。でも多分、うん、対応してる年齢は全然違うと思う。うん、年齢はね、年配の方ね、全然違うけど、そっか、すごいね、みんな先生が、うん。だからなんかね、先生が人間っぽいって一番よくわかるよね、うん、先生の実際ね、身近にいるかね。うん。うん、だからなんだろう、みんなでこの親戚の人おめでとうの気持ちも含めて、うん、ありがとう言いますかの。はい、それでは行きますよ、はい、ありが、あ、間違えた。うん、もう一回お願いします。はいはい、お願いします。せーの、ありがとう。はい、じゃあ行きますかね、次行きますかね、はい、お願いします、はい、マラソンネーム調布で6キロさんからいただきました。ありがとうございます。マラソンしますね、はい、私は気づくと貧乏ゆすりをしてしまいます。おつ、他人に注意されても止まりません。もう大変、いい加減この嫌な癖を直したいなとネットで調べてみたら、意外にこの貧乏ゆすり体や精神に良いとのこと。なんだか免罪符をもらった気持ちになりました。なんとなく見たサイト、ありがとう。皆さんは治らない癖とかありますか？え、体にいいんですか？体にいいんだ。へー、始めようかな。貧乏ゆすり始めました。え、なんでだろうね。なんか不思議な感じですね。なんでしょうね。精神のリズムを刻んでるんですかね。そのリズムが体に見て落ちようと。体で、ね、精神のリズム。治らない癖とかありますか？何で2回言ったんだろう。治らない癖ありますか？ありますか？治らない癖。うん。あーでも、うん、なんだろう、私かかとに乗っちゃう。はーい。誰の？あ、自分の。なんか自分重心を後ろに、そこかね、わけじゃないですよ、ヒールとか履いてると変ないですか？あ、こうやってね、そうです、バランス取り始めるんです、急に。なるほどね、面白い。一人でそれ癖なんだ。あー、癖かもしれないです。直そうと思っても全然直んなくて。私なんか最近あるのは、うん、自分のリーチを考えなくて、うん、とにかく突き進むからドアとかに結構ぶつかったり。何がぶつかる？さっきも肩とか、あ、肩とか、うん、手とか考えないで進んでって歩いて、うん、ドンってぶつかったりすること。まあ可愛らしいけどもって感じですよね。ちょっと相撲シーン。いいね。笑いありますか？なんだ、私唇を噛んでる。グリグリ。うん。多分すっごいいろいろ我慢してんだと思う。私
き出してください。私が出せることならなる受け止めますから。じゃあみんなでみんなでちょっともい様にありがとう。あ、違う、もい様にありがとう。謎すぎる。あ、じゃあ私も唇触ったりするかもしれない。じゃあそんな思いに、うん、ありがとうだね、免罪符もらったんでしょ。うん、これサイトにね、このなんとなく見たサイトに、そうだ、なんとなく、うん、見たサイト、全然触れなかったですね。全然触れなかった、ね、確かに。でもそのサイトに、うん、ありがとう、あ、よかった、ナイス。はい、そろったところで、リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。さて、番組もそろそろ終わりとなりました。なりましたよーよーよーよどうでした、どうでした、うん、なんかなんかよーって感じでした。だったらしいです。あ、そうなんだ。なんかね、みんなのね、あ、ごめん、流して流していいかな。なんかね、みんな先生のね、ね、先生あどこにね、共通点があった、先生がいるってね、分かって、なんか嬉しいですね。え、ね、ってことは皆さんあれですか、うん、なんか厳しく育ってきた感じだった。いや、うん、全然全然そんなことない。いや、人によるのかな、私門限が早かったな。何時？なんか結構最近まで日曜とか6時とかって、え、早いね。6時じゃないか。ね、何もできなかった。これからだぜって時間じゃないか。そうなんだ。高校卒業してからもそれだったよ。そうなの、箱入り、箱入りだね。大事にされてるんだよ。うわー、そう、この純粋さはそっから来てんだね。そんなことないよ。そうかもしれない。みんな本当厳しく育てられたんですよね、きっと。うん、全然。全然。あれ全然。野放し。うん、ほんと。話し合い。放置。放置。もう放置までは行かないけど厳しくなかった。でもなんか厳しく育てよう、子供できたら。でもいいんじゃない、自由に育てるの。いや、ダメ。そんな3人のね、共通点ができたところで、うん、はい、またね、次回も、うん、あ、閉めるのね、はい、次回も頑張りましょうね。頑張ります ね、うん、誰が閉める、あ、いいの、閉めて、私閉めていい、なんか今日ね、マリリンが閉めるのかなと思って、違うよ。じゃあそんなわけでって言い出したからね。はい、じゃあそれでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手は長野原美代役相沢舞と、あよゆう子役本田真理子と、みなかみ舞役富樫美鈴でした。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。